こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はどんな一日だった？暖かいところに移動するか。ううん、私ね、ウェディングチャペルの方へ行ってみたいんだ。行こうよ。チャペルって、あそこは風が強いから余計に寒いぞ。いいから、行くよ。昔はこんな飾り付けなかったよな。昔の教会はこんなに立派じゃなかったよ。そうだっけ。確かに港も竜の祠も今の方がずっと立派な気がするな。年を重ねるごとにみんなが頑張って少しずつ立派になっているんだよ。そうやって少しずつ前に進んでいくんだよな。それをネイティブジャイアントは壊そうとした。俺たち勝ててよかったよな。そうだね。でも私は絶対に勝てると思ってたよ。そうかありがとう。今日はね、実はお弁当を持ってきたんだ。じゃじゃーん、早起きして作った自信作だよ。食べて食べて。ありがとう。味の好みはバッチリ分かってるからね。次も美味しいお弁当を作ってくるよ。お前、チャペルに行きたいんじゃなかったか？そうだった。忘れてたよ。
大丈夫か？寒いならどこか暖かいところに。ごめんなさい。でも大丈夫だから。なるといいね。え？うん。うん。おはよう。え？おいおい。おいおい。お。うん。並木道、私たちの時代にはなかったよね。200年か。想像するには長すぎる時間だな。そうだね。200年の間にいろんな人がいろんなことをこの島でしていったんだね。ここでセレッソの木を植えたみたいに。ああ。この島を守れてよかった。心からそう思うよ。そうだね。あ、そうだ。今日はね、実はお弁当を持ってきたんだ。じゃじゃーん。早起きして作った自信作だよ。食べて食べて。Thank you.
こう。今日は俺たちがいた時代とあまり変わらないな。そうだね。でもジョーさんの家はなかったけどね。ネイティブジャイアントが復活していたらどうなったかわからないぞ。そっか、そうだよね。この景色、守れてよかったね。あ、本当にそう思うよ。あ、そうだ、今日はね、実はお弁当を持ってきたんだ。早起きして作った自信作だよ。食べて食べて。ありがとう。味の好みはバッチリ分かってるからね。次も美味しいお弁当を作ってくるよ。こんにちは。毎年、俺たちの時代からずっと同じ景色を繰り返すこと、それがいかに大切なことか、ネイティブジャイアントの一件で実感させられたよ。そうだね。でも、今年の紅葉はいつもよりも200年前よりもずっと綺麗だよ。多分、今までで一番。
俺にはいつもと変わらないような気もするけどな。違うの。どうして気づかないかな。どうしてって言われても、こんな風に紅葉を見ることなんて今までなかった。ああ、ごめん。今わかった。そう、俺も今年のが一番綺麗だと思うよ。顔が真っ赤だよ。うるさい。お前がからかうからだろ。あ、そうだ、今日はね、実はお弁当を持ってきたんだ。じゃじゃーん。早起きして作った自信作だよ。食べて食べて。ありがとう。味の好みはバッチリ分かってるからね。次も美味しいお弁当を作ってくるよ。お前も知ってるだろ。ウェディングリングは結婚したい人に渡すんだ。自分の思いを込めて。私ね、ずっとずっとちっちゃい頃からあなたのお嫁さんになることが夢だったんだ。やっと叶うんだね。嬉しい。大事にするからね。
誓います。誓います。おい、いいですね。おめでとうございます。おめでとおめでとう。おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。なんと、よいよい。うよ、おめでとうございます。ありがとう、みんな。この時代に残ってよかった。幸せだよ。私たち夫婦になったんだよね。まだちょっと信じられないや。そうだな。
大好きだよ。